レイジです。レイジです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？で私はですね、8月19日にツイッターを開いてからというもの、それ以降の記憶がなくなっていて、目が覚めた頃には、ファンタジーライフは界隈全体が、お通夜みたいな空気が流れている上に、気圧の影響で、ちょっとね、肉体が爆発してるんですが、今回は少しでも気を紛らわせられるような話題を持ってきましたよ。ということで、今日の本題はこちら。ファンタジーライフの非公式ハッシュタグを決めようぜ。これ前の動画でも話はしてたんですが、エコーをね、切り忘れてて本当に聞きづらかったんで改めて説明していきます。ファンタジーライフ愛界隈のみんなはこういうタグをメインで使ってると思うんですが、分かりやすさに全振りしているこのタグに少しだけ欠点があって、ファンタジーライフ愛のタグだと前作3作品の情報を拾っちゃったり、ファイナルファンタジーみたいなファンタジーっていう名前がついた作品を拾っちゃうだとか、しまいにはファンタグレープとかファンタオレンジが流れてくることもありますよと、まあそういうね、他の作品に引っかかることが多いファンタジーライフ愛と、まあ、こっちはねまだいい方で、FLI こっちの方は海外向けのまあハッシュタグだとは思うんですが、本当にこのシリーズは海外で人気なんかって思うほど関係ないツイートしか出てこなかったりと、タグが検索としての機能を果たしてないことが多いかなっていう印象を受けるっていうのをリスナーさんから教えていただきたいと思うので、ファンタジーライフ愛ぐるぐるの竜と時を盗む少女の情報だけ拾えるハッシュタグが欲しいと。じゃあみんなで決めようぜっていう感じですね。はい、ではこちらからですね、非公式ハッシュタグを決めるにおいて簡単なルールと集計方法を説明させていただきます。まずはですね、お手元の資料をご覧ください。その1、できるだけ他作品や前作が検索されづらいものにしましょう。ファンタジーライフ愛の情報だけ欲しいので、ファンタジーライフの前作や他の作品が引っかかりにくい方が嬉しいですね。また耳に残るようなものだとなお嬉しいですね。2つ目、誤認されづらいようなものにしましょう。よろしくない単語に似ていると危ないので、今パッと作れるものだと地雷みたいな、ね、そういうものはお控えください。3つ目、もしタイトルが変わるようならその時考えましょう。なんかよくわかりませんが、ファンタジーライフ愛は10月に発売しないようです。その上ですね、よくわかりませんがタイトルが変わるような大改修をしている気もしなくもないので、もしそういったことがされるようなのであれば、その時々でまたみんなで考えていきましょう。4つ目、公式からハッシュタグが出た場合は消失します。公式タグがあるのに非公式タグをこすり続けてるっていうのはもうエゴむき出しの人間なので、今後ですね、公式がハッシュタグはこれですっていうのがあれば、それに潔く従いましょう。ルールはこんなもんですね。まあなんとなくで覚えときゃいいっす。はい、ではここから集計方法や企画の流れについて説明していきます。1、応募編。この動画から9月の14日までの2週間応募フォームにて投稿をお待ちしております。2、人気投票編。14日までに募ったタグで人気投票を行います。別途でまたフォームを作りますので、21日までの1週間投票を待つ予定ですね。3、発表編。人気投票の結果を発表します。もし同率票があった場合は、配信にてルーレットのような運ゲーで決めさせていただきます。まあ、こんな流れで考えていますよと。覚えときゃいいのは、14日ら辺と21日ら辺に、まあ、動画を見に来たら、全部わかります。ってことやね。タグのね、応募とかやるの、俺も初めてやし、みんなもそうだと思うので、今応募されてる中で、個人的に気に入ってるタグを発表していきたいと思います。1、グルトキ。原初の非公式ハッシュタグですね。このタグなかったら、今回の企画もなかったっす。ありがとうございます、エルナさん。短くかつ、サブタイトルだけでまとめてるんで、前作が検索に絶対引っかからないっていうのが素晴らしいところですね。次、FLI。これね、うまくまとまってんなってね、ついつい感心しちゃったやつですね。文字通り愛を感じますね。いい意味で、非公式タグっぽくて、いいっすね。次、FLI 情報操作局。ミセトを探索するプレイヤーたちの情報が集まる場所としては、おあつらえ向きなタグなんじゃないかなと。なんかね、いろんな情報が、もう常に行き交ってそうっていうのが、いいね。とまあ、こんな感じのハッシュタグを、応募フォームにて、2週間どしどし受け付けております。お祭り感覚で参加してくださいな、ということで、ファンタジーライフ愛の非公式ハッシュタグを決めようぜの、募集編です。なぜか今、発売日変更ですね。あれを受けてみんなの気持ちも沈んでると思うので、この企画で少しでも紛らわせられたらいいなと思っております。はい、思ってます。応募編はこの辺で、14日ら編の人気投票編でまたお会いしましょう。チャンネル登録、コメントを無限にお待ちしております。いつも応援してくれる方はありがとうございます。お疲れ様でした。バイバーイ。